集団的自衛権という点では、現在、憲法違反だとかいう話が国会で出てますが、私はもうずっと集団的自衛権、行使してたと思うんですよね。ないしはアメリカ軍が日本にいて、集団的自衛で日本を守ってるわけですから、集団的自衛権が憲法違反ということは、そういうことあるかもしれませんが、アメリカ軍がいる限りはダメだということですね。それが現在のように、日本はアメリカを守らないけど、アメリカは日本を守るっていう親子関係ならいいけど、集団的自衛権が。大人と大人の付き合いだったらダメだっていう話はあるかもしれませんけれども、とにかくアメリカ軍がいるわけですね。アメリカはなぜ日本に軍隊を置いて自分たちの若者の血を流しても日本を防衛しようとしてるのかっていうのは、ちょっと考えなきゃいけないわけですね。アメリカ軍は戦わないためにいるわけじゃありませんから、そうすると若者の血が流れますね、アメリカ人の若者の血がですね。ですからやっぱりある覚悟があるわけですね。それはロシア、昔はソ連でしたけども、中国の脅威からアメリカを守るのは西太平洋にある日本列島が非常に重要であるという、これが普通に考えられますね。あとはアメリカの東はヨーロッパで、ここはそれほど防衛が強固じゃなくてもいいので、国防の関心はもっぱら東の方にあると。つまりソ連が仮想敵国だとしますと、ヨーロッパの自由諸国がアメリカにとってはある意味でのバリアって言いますか、壁になるわけですね。それに対して、日本はソ連と中国に対する壁になると、こういう関係とは思われますね。それから一つは、日本に原爆を落としたので、多少日本にちゃんとしなきゃいけないという気持ちもあるように僕は思います。アメリカ人なんかと話してますとそういう感じがします。3番は非常に特殊な考えですけどね。常識的に考えれば1番、つまりアメリカにとって日本は防衛しなければいけないと、特にソ連、中国に対して防衛しなきゃいけないというのが一番、メインの理由であると考えられますね。非常に複雑ですので、なかなか正解というのはいろいろ難しいと思いますけども、最初から1番だけというんじゃなくて、少し広く考えておいて、だんだん絞っていくというのが私のやり方でもあります。アメリカ軍は本土は別にいたしまして、全世界に大体20万人ぐらいの軍隊を派遣しておりますけれども、そのうち約半分の10万人が太平洋におりまして、正しく言うと9万7000ぐらいだったと思うんですけど、変動しますから約10万ということですね。そのうち約半分が日本と、日本近海に展開しております。全世界的にはやっぱりアメリカ軍とは日本とドイツに多くいるんですね。やっぱり第二次世界大戦の結果はまだ残ってるとも言えますね。アメリカにとって極めて重要な地域であるということがこれからも分かります。それから日米安保条約っていうんで、ずっと日本はやってきてるんですけども、これが集団的自衛権であることは間違いありませんね。ただ偏務的であって、アメリカは日本を守るけども、日本はアメリカを守らないという親子関係にあるわけです。私のような日本に誇りを持っている人間にとってみればですね、この親子関係はちょっと我慢ができないんですよ。特に白人が親で、黄色人種の我々が子供だっていう関係はちょっと納得できないんですね、僕は。日本が大人になるためには、アメリカの同盟関係を一回やめて、日本独自で軍隊を持つか。あるいは、アメリカとの本当の意味で、大人と大人の集団的自衛に踏み切るかということですね。2015年、今年、安倍政権が提案している集団的自衛権も、親子関係から大人、大人ではないけども、少し前進しているということですね。じゃあ、これをなぜ国会に出てきた参考人の憲法学者が、憲法違反だというのかということですね。ということは、やっぱりこう言わなきゃいけませんね。偏務的な集団的自衛は憲法に違反しないけれども、総務的になったら憲法に違反すると。これありえますけどね。つまり、国土は守ってもいいけども、外に出てはいけないということなんで、これはだけどそういうふうに言ってもらいたいですね。今までも集団的自衛はあったけれども、それは憲法の範囲内の集団的自衛だったと。集団的自衛の範囲を今度変えるんだと。範囲の変化が憲法に違反するのか、もともと集団的自衛という概念が憲法に違反するのかと、いうことで、
まあ、ここら辺を述べていないということが一流の学者でありながら木を見て森を見ないということが私はそういうふうに思われます。まあ、沖縄の基地の問題とかオスプレイの問題というのはですね、このアメリカとの間の集団的自衛にどういうふうに我々考えるかということであって、例えば沖縄が尖閣諸島とか石垣島を中国の侵略から守るならば、今のところは集団的自衛が必要なんですよね。沖縄のアメリカ軍基地、まあ、これ海兵隊がおりますから、島の防衛という意味では海兵隊がいりますね。それからオスプレイはどうしても必要です。オスプレイ外の機動力を持ったヘリコプターというのはですね、航続距離が沖縄本島にほぼ限定されるんですよ。石垣島とか尖閣諸島を守ることはできません、現実的に。そこで、中国が尖閣諸島を侵略しようとしているのは明々白々ですからね。だって中国による南シナ海の島の建設でわかるわけで、中国は我々日本が軍隊を引きましたら尖閣諸島に絶対島を建設してしまいますよ。あるいはあそこに1万人ぐらい住まわせるかもしれないんで、これ中国がよくやる手なんですね。内モンゴルを中国のものにするのはどういう段階を経たかというと、まず戦争が終わったらソ連と密約を結んで内モンゴルに進出します。そして内モンゴルに進出してしばらく経ったらシナ人ですね、つまり内モンゴル人ではなくてシナ人を大量に移動させます。その結果、もともとは内モンゴルというのはモンゴル人が多かったのに、現在ではモンゴル人は3分の1ぐらいになっちゃって、残りはシナ人になっちゃってですね、それでその国を恒久的に自分の国にすると。つまり、侵略というのは人口も含めて計画的にやるっていうやり方をしてるわけですね。例えば日本ですと、例えば朝鮮を、まあ、僕は占領したと思ってませんが、まあ、占領したとしましょう、昔ですね。そしたら朝鮮に日本人を朝鮮人よりか多く派遣して、これ派遣できますからね、朝鮮の方が人口がずっと少なかったんで派遣してですね、それでも日本というのにしてしまうっていう、こういうやり方ですね。ですから朝鮮が日本を非難して中国に寄ってるのは多分時代主義、つまり強い方に寄るということだけじゃないかと私は考えております。一方ですね、沖縄がこの戦争の時の被害は、まあ、本土とそんなに変わらないんですけども、その後長い間アメリカに占領され、かつ基地の問題とかさまざまな被害を受けているのは確かなんで、これについてどうするかということは全く別によく考えなきゃいけないんですが、沖縄が日本である限りはですね、アメリカ軍の基地とオスプレイが必要なことは明らかであると思います。私はですね、実は平和憲法を守ると言いながら具体的な私の質問に答えられなかった社会党の党首を非難することはできないんじゃないかと思うんですよね。その社会党の党首というのはまさに、我々日本人のご都合主義の代弁者ではないかと思うんですね。まあ、ここ3回一応書いてきましたけれども、まあ日本人自体が平和憲法を一回も守ったことない、自衛隊の人は制服を着て街も歩けない、アメリカ軍がいるのに集団的自衛権は憲法違反だというですね、まあ本当にこうつまみ食い的ご都合主義というのがこれまで浸透しますとね、この基本問題でやっぱり今まで平和憲法を守ると言いながら具体的な質問に答えられない社会党の党首と我々、一般人とほとんど同じではないかと、まあ、いうように、まあ、自制するところであります。